はい、どうもこんにちは、ガネです。今回は、1月1日で、2019年、最初の、動画になりますね。明けましておめでとうございますという言葉も言っといて、そうですね、2019年はなんだっけ、雑談動画でも言いましたけど、楽しくね、2018年よりも楽しく1年過ごせたらなと思います。で、今回2019年初めての、動画はモンスターハンターワールドですね。っていうのをですね、公式サイトの方で、1月1日の、午前9時から、1月2日の午前8時59分までの、1日限定で配信されてるクエストがあるらしくて、それに行こうかなと思いまして、今回は、初めて、2019年初めての動画は、これにしようかなと思って、そうしたわけだよね。モスはモスでも、モスのモス。今年は、イノシシなんだっけ、確か。イノシシ年だから、本当はブルファンゴがいたら、ブルファンゴの、とか、ドスファンゴがいれば、ドスファンゴとかのクエストになってたと、いないから、モスって感じなんかな。で、ハンターランクも11以上で、で、星も6だから、そんなに難しくはない。で、しかもモス5頭の討伐ということで、そんなに難しくはないんじゃないかな。さあ、やってきましたね。ははははは。なんとなく予想してたけど、あれでも4体しかいねえな。あれ確かボス5頭の討伐って書いてあったから、これもしかしてさらにでかいの出てくる。勝てんだけど。 すげえ勝てえわ。やば。しかも全然死なねえし、どうなってんだよこれ。ボス自体そんなになんだろう、俺たち、ハンターに攻撃を加えてくるモンスター。おい、ワンパンじゃねえか。 ワンパンじゃねえか。剥ぎ取る暇もねえわ。マジかよ。これ、複数相手すんの無理だな。正月早々ぶっこんできたな、おい。あ、これ仲間死んだらもしかして突っ込んでくるタイプなのかな。いや、その動きはガッツ。 ちょっと待って待って、何今の動き、なんか意味不明な挙動してたよね。いや、もうすでに2回死んだんだが、いやー、さすがですね、カプコンさんね。こんなアホみたいなクエスト用意してくるとは。あっぶねえ。フレーム回避しましたね。さすがに。新年早々フレーム回避しましたね。いや、まだ1体いるからね。そのもう1体がどうなるかだよね。あれ？出てこなくね？ああ、素材自体はモースの素材っぽいね。何の変哲もないモスですね。出たー。さらにでっかくなった。 わあ、アホのように曲がんじゃねえかよ。 いや、これは面白いね。てか、めっちゃ速いし、めっちゃ速いし、とてもじゃないけど、ブルファンゴを超えてるんだけど。 もはやモスじゃねえわ。 終わりましたね。 いやー、新年早々ぶっこんできたね。結構ね、モンハンフロンティアだとかだったら結構こういうアホクエが
アホみたいなクエスト多いんだけど、まあ、通常のね、まあ、家庭用版とかだったらあんまりないんだよね、こういうクエストって。まあ、モンハンワールドはね、結構、なんだろう。いや、でもそんなになかったか。あの、ドス、あの、USJ のドスジャグラスくらいか。なんか、ヘンテコなやつあったの。あ、もっとあったか、他に。さあ、多分これがフェイクチケットってやつが多分、このクエストでゲットできる報酬っぽいね。はい、なんか新しいもの作れるのかなと思ったんだけど、どうやら違うっぽかったわ。うん。なんかね、もう以前にもう配信されてた、なんだっけ、なんかのクエストで配信されてゲットできるチケットあったっぽいわ、このフェイクチケットってやつ。このフェイクチケットの、その詳細見たら、この、調査資源管理所に、まあ、渡すということがみたいな書いてあったから、まあ渡そうと思ったんだけど、別になんか何も出てなくて、ええー、と思って、ちょっといろいろ見てたら、もうどうやら出てたっぽいね。まあだから、もう本当に、このモスフェイクとアイルフェイクを作るために必要な、まあ、チケットでしたと。でも以前に配信されてたんで、まあもうゲットした人に関してはもう完全にあのでっかいモス借りに行くだけみたいな、そういうクエストでしたね。いや、新しいものがゲットできるわけではなかったけど、いや、これは面白かったね。うん、新年早々笑いを提供してくれるカプソンさん、さすがです。さよなら。